どうも、バーンです。そうしましたらですね、3号機の機体の製作の続きの方をやっていきます。採用開始。主翼の、これ上半角って言うんですけどね、翼端上半角って言うんですけども、これの切り出しですね。それから、エルロンの切り出し、それから尾翼の動翼の切り出しも行いました。尾翼の動翼はですね、もうちょっとこう、切り込みを入れる必要があるんですけども、それはまだできてないです。で、今回はですね、この主翼に翼端上半角というのをつけるというね、そういう作業をやりました。で、気がついた点としましてはですね、ここで折り返すんですね。つまり立体的になるんですね。で、この時に、この切れ込みはもうちょっとフリーハンドに近いような形で、翼端上半角の切れ込みを入れました。で、気づいた点としてはですね、この翼端上半角のこの翼の部分に、斜めに切れ込みを入れていくんですけども、それだけだとちょっとね、厳しくて、この主翼側、この内側の主翼側のこの面ですね。この面も若干、もうフリーハンドですけども、
デザインナイフでこう削ぎ落としていくことによってうまくねこういうふうに、主翼のこのカーブと、翼端のカーブが結合できるかなと。まあ完璧にはちょっと難しいんですけども、このあたりは、グルーガンでつけますんで、その辺は、誤差は修正できるかなというふうに思います。この主翼のこのカーブですね。このカーブは手でつけたんですけども、ここの胴体の付近にはリブが2本いりますけども、他にリブはね、まあ、いらないんじゃないかなというふうに思いました。というのも、この翼端上半角のこの部分、も、この主翼の反りを保持してくれる、構造の一部にできますんでね、こう、ボリューム上がってることによって。これはだから、当初から狙ってました。翼端上半角をつけるということはですね、初心者向けの機体になるわけですよ。背面飛行とかは、まあ、基本できない機体になるわけですけれども、まあ、それを承知の上で、こういう機体設計にしてみました。というわけで、まだまだ機体の製作は続きますけども、本日はこの辺りで失礼いたします。ではでは。